相原琴子です。 F 組の。これ読んでくれる？いらない。琴子を振るなんて許せん。これは俺に対する挑戦状や。住むところが変われば運気も変わるって。きっといいことがあるよ。流れ星。お流れ星に撃たれた。ひょんなことからお父さんの大親友の家にお世話になることになった私、相原琴子。でもその家は。どうした、琴子？ご挨拶が遅くなりました。私の憧れの男の子、入江直樹くんの住む家だったのです。一緒に住んでるなんて誰にも言うなよ。学校でも一切話しかけんな。そこまで言わなくったって。俺、頭の悪い女は嫌いなんだよ。私、期末テストで入江直樹を任してやる。じゃーん。返せ。期末テストまで1週間、勉強私に教えて。もしかして琴子ちゃんって私が思ってる以上にすごい子なのかも。嘘。100番新しいあいつの家にはなんか秘密があるはずや。何この写真。お前が今住んでるところっちゅうの入江直樹の家なんか。相原。何。いいから来い。私と入江くんの同居がバレ、学校中の噂に。あんたの友達って何考えてるんだ。あんたは俺にラブレターまで書いたぐらいだから噂されても平気だろうけど、俺は迷惑だね。これ以上俺のペースを狂わさないでくれ。私、なんで泣いてんだろう。とっくの昔に振られたはずの入江くんに、どんな意地悪言われたってへっちゃらだって思ってたのに、なんで涙が出るんだろう。私、やっぱり入江君のことが好きなんだ。琴子ちゃん、遅かったじゃないの。心配したのよ。すみません、連絡するの忘れちゃいました。ごめんなさい。生まれて初めて書いたラブレター。決して読んでもらえないラブレター。いらない。あんなやつって分かってるのに、やっぱり好きなんて。おい、風呂入れってよ。入るぞ。お袋が風呂入れって。入江くんへ。私は F 組の相原琴子と言います。あなたは私のことを知らないでしょうけれど、私は知っています。入学式の挨拶をした入江くんの知性とかっこよさに憧れて2年間、初めて入江くんを見たその時から、まるで流れ星に打たれたみたいに特別な気持ちが私の中で生まれて。
入江くんのことが好きです。ねえ気づいてる、私はアップデートしているよ、いつか届きますやば。よっこいしょ。おはようございます。おはよう。相変わらず寝ぼすけだな、琴子は。たまには早起きして奥さん手伝ったらどうだい。すいません。いいのよ、お兄ちゃんも勇気も何にもあるないんだから。さ、早く朝ごはん食べたって。はい。いただきます。なことこ、うん、今日早めに学校から帰ってこれるか。うん、いいけど、なんで。いやー、ひりちゃんちにはいつもお世話になりっぱなしだから、今夜の夕食は俺が作ってみようかと思ってな。それでことこにも手伝ってもらおうと。そっか、うん、今日お店定休日だもんね。そんな江原さん、お気遣いなく。いえいえ、せめてもの気持ちです。いやー、愛ちゃんの料理は天下一品やけど。楽しみだな、直樹、ゆうき。そうだね。ごちそうさま。行ってきます。あ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ほら、ことこちゃんも。ついてた。何今の。気をつけて。階段や。足元気をつけて。もう金ちゃん歩きづらい。ちょっとはっきり言って迷惑。男のためや。
せめて学校だけでも言えない奴が近づかんように俺がコードコを守らんと。あ、いい大丈夫だって。私本当に嫌われてるんだから。学校では声かけるなって言われてるし。以上で了解。あれあれってお前の家に住んでる子じゃない？何してんの？知るか。入江の家に偵察に行くってそこまでするか金ちゃん。いや、せやけどお前らかて二人のこと気になるんちゃう？まあねえ。あの家ですぜ。でかい。抜き足、差し足、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 抜き足、差し足。こんなのバレたら入江に怒られそう。おれおれ。おい、コトコ。はーい。あれ見えへん。さすがやね、アイちゃん。ねえ、これ何？あ、それはコトコお姉ちゃんが作った揚げ出し豆腐よ。コトちゃん悪いけど、美味しいわよ。僕いらない。俺もいらない。あ、こら、お兄ちゃんもユキもなんてこと言うの。そうだよ、もうそう、席ついて。ね、これあいつらことこの手料理を。金ちゃんじゃ来ちゃって。お前もや。じゃあ私がことこちゃんの作ったものをいただこうかな。私が食べたらちゃんと二人ともいただくんだぞね。ちゃん気ぃ使わんでええって。こいつは昔から料理音痴で、俺の娘とは思えんたい。このまんまやったら嫁にもらってくれるとこあるやろか。ごめんなさい。あら平気ですよ、ことこちゃんはうちでもらうから。今なんて言った？はい、だから、ことこちゃんはお兄ちゃんのお嫁さんだったらいいじゃないの。反対。僕反対。そうですよ、勝手に決めないでください。人の人生で遊ぶなよ。ほら、そう？ことこちゃんは絶対お兄ちゃんのタイプだと思うのにな。そうなんですか。そんなわけないだろ、真っ平だよ。こっちだってまっぴらごめんよ。ええで、ことこよう言うたな。へえ、そうなんだ。あんな熱いメッセージをくれたのに。はじめまして入江くん。私は F 組の相原ことこと言います。あなたは私のことを知らないでしょうけど、私は知っています。入学式で挨拶した入江君の知性とかっこよさに憧れて。何すんだよ！ひどい。手紙見たの？だって俺に書いたんだろ。だからって暗記することないじゃない。一回読んだら覚えるんだから仕方ねえだろ。だからってみんなの前に言うことないでしょ。ねえ、ちょっと待って。どういう意味？ことこちゃんってもしかしてお兄ちゃんのことずっと好きだったの？
はっきり言えよ。ラブレター書いたの本当か、琴子？じゃあ、私の提案って夢じゃないんじゃないの？でもそれは前の話で、一緒に暮らす前の話です。だから今はもうそんなこと言わないで。またお兄ちゃんのこと好きになったらいいじゃないの。ねえ、パパ。そうだな、二人がそれでいいなら。ちょっと待った！開けかい！だ、誰だあの子たちは。金ちゃん？おい、琴子、開け！あの子たち、私の同級生です。ちょっと一つで何やってんの？ごめん、金ちゃんが琴子の様子をどうしても知りたいって。入り江がなんぼ天才が言うたかで男や。いつけたものに変わるか分からへん。見てみ、来て正解や。さっきから聞いとったら好き勝手抜かしやがって。てかお前誰だ。ああ、入江家の皆さん、お初にお目にかかります。私、金ちゃんこと池澤金之助です。琴子のクラスメイトです。ってことはバカだ。ああって、こら、勇気。ことこと僕はクラスでも評判のホットな関係なんですわ。ちょっと銀ちゃん、適当なこと言わないでよ。あら、ことこちゃんってモテるのね。そうなんです。なんかすいません。せやから、変なちょっかい出さんといてもらえるか。結婚なんかお話にもならへんでな、入江くん。そんなことわかんないよ。え、なんや、それどういう意味やね。人の気持ちなんてわからない。今日は嫌いでも明日は好きになってるかもしれないからね。何やと。やっぱりお前琴子に気があるんか。さあね。けど彼女はあんたより俺に気があるってことを忘れるなよ。じゃあ俺は2階に行くので、ごゆっくり。何今の、どういう意味？これってもしかして期待してもいいってことなのかな。そんな中、私たちの高校最後の夏休みが始まろうとしていた。でもさ、高校最後の夏休みくらいなんか素敵な思い出欲しいよね。だけどうちら一応受験生だし。それでもね、ねえ、だって高校最後の夏の思い出が宿題だけじゃねえ。琴子はいいじゃない、夏休みの間中入江と一緒にいられるんだから。何も起こんないよ。分からないよ。この前はあんな情熱的な告白も。あんなの売り言葉に買い言葉でしょ。まあね、入江ったら琴子の手料理も食べてなかったしね。私料理苦手だからさ。そういう問題じゃない。男は気になる女の手料理を食べたいものなのよ、たとえそれがどんな味でもね。そうだよ、一緒に住んでるんだから手料理食べさせるくらい楽勝でしょ。せめてそのくらいの思い出この夏に作っちゃいなさいよ。あ、手料理か。あんなん言われて心配でたまらんわ。せやかて毎日見張りに行くわけにもいかんし、学校が休みの間入江の野郎は毎日ことこと一緒におるわけやし。確かに女ってやつは近くにいる男になびきますか。うん、こら、なんてこと言うの。いや、兄貴負けちゃダメです。兄貴も入江に負けないくらいいつもことこ姉さんのそばにいなくちゃ。
ないの？あのちょっと学校に行かなくちゃいけなくて。夏休みなのにどうして？あのそのゆきお願いね。はーい。入江家の皆さん、おはようございます。私金ちゃんが琴子さんを補習のお迎えに参りました。補習？この前のテストで100番だったのに。あー、期末は100番だったんですけど、その前の中間の結果が思わしくなくて。今までどんだけ成績悪かったんだよ。やっぱりバカだ。これ行ってきます。全員 F 組だね。これじゃいつもの授業と変わらないよ。いいか、お前たちははっきり言って内部進学できるかどうかギリギリのラインの上に立ってる。期末テストで100番だった相原だって例外ではない。だからこそこの補習には真剣に取り組んでもらいたい。湖南高校地獄の夏期講習始まります。夏は天王山です。これじゃ夏休みの思い出なんて到底期待できないね。高校最後の夏の思い出は宿題だけ。琴子が言った通りになりそう。ええやんか。夏休みの間この金ちゃんと一緒に過ごせるんや。最高の思い出や。さっくや。空気を読みなさいよ金ちゃん。琴子が一緒に過ごしたい人はあんたじゃない。まあでも補習ばっかりじゃそれも無理か。おでもさっきゆりえの野郎見かけたな。バカ余計なこと言うな。え、嘘。ゆりえくん？嘘、まさ、まさかゆりえくんが補習？なわけないでしょ。校庭見てみなさいよ。あ、そうか、そうだ、ゆりえくん一応テニス部だもんね。一応って何よ。ん？正式な部員じゃないの。部以上にうまいから大会前だけ借り出されるみたい。そっか、今月末高校テニスの全国大会があるって言ってたもんね。何やと。あいつガリ勉の運動音痴やなかったか。性格以外はパーフェクトなのよ。嫌味なやつよな。でも部活で学校に行くなんて教えてくれなかった。変わらず完全にアウトオブ眼中なんだね。いいやいいや、それでいいや。いや、わかんないっす。わかんないっす。人の気持ちなんてわからない。今日は嫌いでも明日は好きになってるかもしれないからね。何見とれてんのよ。別に、だって毎日の腹筋とかランニングとかボール肥料を全部飛ばして勝つなんて全然選手じゃない。よし、勉強やるよ、勉強。よし、やるよ。 But the red planet had fascinated people from the earliest times. Ancient people identify it with the god of war. この後な。Recentlyやっぱりかっこいいな。テニスの練習疲れるだろうな。家帰ったら私の手料理食べてもらって元気になってもらってなんてね。相原元子。はい。今先生が読んでいた続き読んでみろ。はい。
たるんでいた罰として校庭10周。10周ハイペース落ちてる。わアイハラあと一周。ああごめん、わざとじゃないよ。補習終わったんじゃないの？ほっといてよ、走りたくなったの。ほら、あいはら、夫婦喧嘩してるの。はい。あら、ことこちゃん、日焼け？体育の補習もあったの？それは、ことこのやつ。補習サボって、その罰として校庭走らされたんだぜ。なんであんたがそんなこと知ってんの？蛇の道は蛇だ。蛇り道？そんなことも知らねえのかよ。バカじゃないの。勇気いい加減にしなさい。もうまあまあ夏なんだし日焼けもいいじゃないか。ほんとよね、うん、毎年夏は山か海にバカンスに出かけるのに今年はつまらないわ。あれ、愛ちゃんから何も聞いてないかな。あのね、まあ、実はね、我々二人の中学の時の同窓会があってね、久しぶりに九州に帰るんだよ。そうなんですか。だから家族旅行はお預けなの。おばさまも九州に行ったらいいのに。だって、あなたたちを放っていくわけにはいかないもの。しゅんまちゃんね。ごちそうさまでした。ごちそうさま。おばさま、私もお手伝いします。ありがとう、ことこちゃん。じゃあ、洗い物お願いしようかな。はい。その間に、ことこちゃんとお兄ちゃんの明日のお弁当の準備をしなくっちゃ。いつもありがとうございます。朝早いから、下ごしらえだけでもね。あの、おばさま。ん？今度私にお料理を教えていただけませんか？いいけど、ことこちゃんにはプロのお父さんがいるじゃないの。そうなんですけど、なんていうか家庭的なっていうか、お袋の味を覚えたいなーなんて。入江家の味を覚えたいんじゃないの？ねえ、ことこちゃんって本当は今でもお兄ちゃんのこと好きでしょ？なんでそう思うんですか？そんなの見てればわかるわよ。ねえ、やっぱりうちにお嫁に来たらいいのに。入江くんと私じゃ釣り合わないですよ。あのね、私とパパが結婚した時19歳だったの。自分で言うのもなんだけど、求婚者はたくさんいてね、みんなハンサムでお金持ちの若者ばかり。そんな中、パパはご覧の通りの見た目だし、年もずっと上。当時は会社を起こしたばかりで貧乏。私の両親も交際には大反対だったわ。でもおばさまはおじさまを選んだんですよね。なんでですか？パパは誰よりも誠実で、誰よりも真面目で、そして私を思ってくれたから。
パパは私の家柄とかお金とか若さじゃなくて私自身を好きになってくれたの。なんだか琴子ちゃんを見てるとあの頃のパパを思い出しちゃうのよね。おめでとう。ではテニス高校大会直樹の優勝を祝って乾杯。乾杯。さあさあさあ座って座っていただきましょう。いやしかしすごいね直樹くんは。勉強ができるだけじゃなくてテニスが得意なんてね。しかも3年連続優勝なんだろ。ええ、まあ。いや練習に明け暮れてるわけじゃないんだろうに感心したよ。簡単ですよ。相手の癖とか早く見つけて頭で計算すれば大体どこに飛んでくるか分かりますから。ねえ、お兄ちゃんって可愛くないでしょ。いやいや、頭がいいんでしょ、ね、顔は似てないけどそういうところはひりちゃんにそっくりたい。いやいや、俺はこれほどじゃなかったろ。もんってだって覚えとろ、中学時代の俺は。どうやったのか。うん、いやしかし懐かしかね。うん、楽しみやね、明日の同窓会。うん、九州帰るの久しぶりったい。みんな変わっとるやろの。うん、広政来るやろか。行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとう、よく似合ってますよ。照れますね。気をつけて。パパたちまるで遠足に行く小学生みたいだったわね。お父さんお店が忙しくて帰省するの久しぶりだからきっと楽しみにしてたんだと思います。はい、入江でございます。え、本当ですか。はい、すぐ伺います。はい、どうしようどうしよう、大変だわ。どうしたの。おばあちゃんが怪我したらしいの。幸い大したことはないんだけど今夜は入院で、それで私病院に付き添いに行かないと。そうしてあげてください。ありがとう琴子ちゃん。じゃあお兄ちゃんと二人で家のことよろしくね。はい。え、二人勇気は連れてくわ。お兄ちゃんも琴子ちゃんも明日学校でしょ。だから分かった、いいよ。急いで支度して。ってことはこの家に入江くんと二人きり。すっごく緊張するけど、でもこれは今度こそ入江くんに私の手料理を食べてもらえるチャンス。最高の夏休みの思い出作っちゃうもんね。ん？ビーフテックアンボア？ブルジョハーズ、ブルジョワーズ。これだ。なんだこれ。それはビーフテックアンブルジョワーズ。
ねえ、レシピ見なくていいの？さっき見ただろ。一回見れば覚えられるから。それで、おばあちゃんは？行かなくていいの？これにはいろいろと理由があるのよ、ゆうき。あの二人ってなかなか奥手でしょ？この辺りでちょっと意識させやりたくてね。で、パパたちが旅行に行くのをきっかけに邪魔者は消えようと思ってじゃあ、おばあちゃんが怪我したっていうの？もちろん嘘よ。電話はただのセールス。ママ、迫真の演技だったでしょ？なんだって？帰る。あら、じゃこれはいらないの？レシピの写真と全く一緒。いただきます。いただきます。うん、うん、私の手料理じゃなくて入江くんの手料理になっちゃったけど、入江くんと二人っきりで素敵な食事、私たちまるで新婚さんみたい。ごめんね、入江くんに作ってもらっちゃって。じゃあコトコにはとびきり甘いデザートをもらおうかな。食器ぐらいお前が洗えよ。あとキッチンも元通りにしとけよ。うん、分かった。あ、入江くん、これから宿題？よかったら一緒にやらない？宿題？そんなの夏休みの初日に全部やったよ。うん、初日すごい。まさかまだやってないとか？そのまさかのまさかなんだよね。あんたならどうあがいても徹夜で1週間はかかるよ。え？まあ、頑張りなよ。やばい、もう10時だよ。キッチン片付けたら遅くなっちゃったよ。わからない。英語にしよう。英語ならわかるさ。結局最後まで勉強に追われる夏休みか。
古典と世界史と英語はなんとか書き殴ったけどさ、数学と物理はもう無理、限界。神様、仏様、ごめんなさい。私、追い詰められた犯人のような気分なんです。何してんだよ、夜中に人の部屋でゴソゴソと。何でもないの、何でも。じゃあおやすみ。そうはいかないよ。これは、分かってるよ、呼ばいしに来たんだろ。え、違うの、何やってんの。何が違うの。こんな夜中に男の部屋に忍び込んでくるのはそれ以外ないだろう。安心しなよ、恥かかせないから。あ、恥って、あ、それって、そういうこと。家には俺たち以外誰もいないしね。あ、そんな。あいつだって言ってただろ、天才だっていつ獣になるかわからないって。ことは好きだけど、私たちまだ早いと思うの。まずは健全なお付き合いから。健全なお付き合いだって。そっか。お前まだ俺のこと好きなんだ。からかったの？安心しろよ、健全も何もお付き合いするつもりないから。みんなに言ってやる、入江君に襲われたって。学校中に言いふらしてやる。言えば。ん？こんだけ噂されてるんだから、今さらそんなこと言ったってみんな勝手に想像してんだろ。負けた。おい、忘れ物。そんなもの。
じゃあ3番は同じ公式だから解いてみて。写すだけでいいじゃん。それじゃあ宿題やった意味ないだろ。ほらさっさとやる。結局高校最後の夏休みの思い出は宿題だけ。期待していたようなことは何もなかったけど、でもなんだか幸せな気持ちなのはどうしてなんだろう。ボケっとしてないでさっさとやれ。はい。結局徹夜になっちゃったね。お詫びに朝ごはん作ろうか。やめてくれ、新学期早々腹壊したくない。コーヒー。え？コーヒー入れてくれ。いいけど。はい。おはよう。ずっと起きてただろう。高校最後の夏休みの思い出はこれといって何もなかったけれど、入江くんと飲んだモーニングコーヒーの香りはきっと忘れない。伸びすぎた前髪を風がそっと揺らす。まだ少し肌寒い夕暮れ帰り道だ。突然入江直樹の第一志望って東大なの？大学行ってどうするの？受けるよね、センター試験。応援しちゃん。ことこちゃん、私入江くんが東大の門くぐる間に見送ってきます。おお、滑った。まさかこの薬吐くんだ直樹。このこと、こ
男には絶対言うなよ。お兄ちゃんどうしたの？守り聞かなかったんだ。あの子と前は一生一緒にいる気がする。あんなにハラハラしたのは生まれて初めてだった。さよなら入江くん。